結果をお話しします。はじめに不要所ホテル隊の部、3位から発表になりました。3位2体ございます。はじめに株式会社ロイヤルパークホテル隊主将を株式会社東京証券取引所自衛消防隊です。表彰状優勝株式会社東京証券取引所自衛消防隊の2体は平成から訓練に入り、平成26年度井岡消防署自衛消防訓練審査会事務所にホテル隊の部において当初の成績を収められました。そしてこれを表彰し、平成26年9月10日東京消防庁に今消防署
かりましては、日頃お仕事の傍ら、自分たちの企業、そして出入りする、お客様、第三者のために、安全を守るんだということで、自衛消防団の防隊を結成して、日頃励んでいただく、本当にご苦労だったことだと思います。さて、日本橋消防署ご案内と思いますけれども、火災で亡くなる人はゼロであるというこの記録が本日で3645日を迎えるわけでございます。これもひとえに皆様をはじめ防火防災意識の高い方々のおかげ、また日本橋消防署の職員の皆様のご努力の賜物、また心から感謝申し上げたいと思います。これからも皆様におかれましては、一つ消防署と物の指導並びに協力を得て、我が町が安心で安全に少し続けられる日が一つも多くかかることを心からお願い申し上げ、また皆様